高校生の版画日本一を決める版画甲子園が佐渡市で行われています。発見した佐渡で全力で考え、全力で掘り、全力で知り尽くすことを誓います。版画甲子園は佐渡の風景や歴史を版画で表現してもらおうと毎年開かれています。全国から21校の応募があり、予選を通過した14校が佐渡市に集まりました。今年のテーマは発見佐渡。高校生たちは島の観光名所を見たり、たらい船を体験したりしてイメージを膨らませていました。佐渡の島民の方々が見たときに、なんか佐渡ってこういう魅力もあったんだねって、そう思ってくれるような絵を描きたいなって思いました。高校生たちは3日間かけて版画を掘り進めます。審査は明日予定されています。